はい、ごめんさん、こんにちは、かもすけです。ですね、今回はですね、ちょっと汚いんですけど、これを掘り出していきます。で、これ何かと言いましたらね、ウッディ用で、ウッディ用の産卵材として、天然材を買ったんですよ、ショップさんから。で、それをですね、皮を剥いて、そのバクテリア剤に加工しようという、作業をしてましたらね、今から数ヶ月前の話です。なんか2、3ヶ月前の話、そしたらですね、食根が見えるんですよ。で、これなんだ、何の幼虫かなって、多分まあ、カミキリだとかタマムシとか、ああいう系統の食根だろうなと思って、とりあえず雑虫が嫌なんで、ゴリゴリこう食根折ってたんですね。そしたらパカってこうめくったらですね、なんとクワガタの幼虫がいまして、見るからね、クワガタの幼虫がいまして、うえっと思って、でまだ食根が走ってるんですよ。でそれを追っかけていったら、またなんとか出てきてね、クワガタの幼虫が、天然剤おまけに、届いて 2ヶ月放置してた剤から取れたんですよ。で、状態的に多分悪いんだろうと思いながらも、じゃあ何が浮かするんだろうと思って、今や、とりあえず河原で、ワンチャン悲鳴もあると思って河原でやってるのと、そしてマットでやったのね、いるんですけど、河原でね、そうやった分が浮かしてたので、ちょっとね、確認してみたいと思います。ちょっと上部を掘ってるんでね、あれなんですが、もうざーっとね、いきましょう。ざっくりね。はい、メスがいました。メスが見えますよ。メスが見えますよ。あ、つかもうピアでできちゃった。ね、もうネタバレが半端じゃないですね。はい。はい。いっぺんに出てきちゃいましたね。コクワですね。コクワの、食根でしたというかね。天然剤からコクワですよ。自宅にいながらの、北陸ラベル採取です。富山県ですね。北陸ラベルのね、コクワが手に入るというね、そういう、ね、動画なんですけど。で、実はね、最近もね、その同じところの剤をね、残しててね、その時ついて買ったやつで、一緒に買った剤、同じ、まあ、多分、切り分けたやつなんですけど、そっからもまた、ね、マンディ用にね、割ってたら、また出てきたというね、ことがありまして、そいつも、また、マット入れてね、飼育しております。というわけでね、天然剤を買ったあなたもね、別、自宅にいながら、よそのね、県の、なんなら、かけ離れた場所のね、クワガタをね、手に入れることができるかもよという動画でした。それですね、動画終わります。